はい、というわけでどうもマルトラです。今回はジャンプチなんですけども、本日お知らせ更新されまして、次のイベントの新キャラ情報を公開されたんで見ていくんですけども、今日追加された情報こちらというわけで、新記念キャラクター白石蔵之介さんですか。でもって黒加賀というわけで、いや素晴らしいですわ。はい、まずは白石さんなんですけども、テニプリから、来たというわけで、僕配給から来るかなって思ってたんですけども、まさかのテニプリと。テニプリ最近来てますね。大特集戦も組まれてノリに乗ってるんですが、キャラが全く知らんマジの初見やわ。もう誰やねんっていう状況なんですけども、キャラデザがものすごくかっこいいですね。はい。性能等々どんな感じになるんかはもう全く予想できませんわ。はい。これは楽しみなんですけども。そんでもって黒加賀というわけで、いや、この二人のタッグキャラめっちゃ嬉しいわ。で、キャラデザもかっこいいというわけで、なんかね、やっぱり初期のキャラデザと今のキャラデザって全然違うやん。初期キャラのキャラデザって、やっぱりこういう二等身ってのもあって、可愛い系に全振りなんですよね。女性ファンに向けての、なんかキャラデザめっちゃしてたんですけども、2019年ぐらいかな、デクエリぐらいから、2019年後半ぐらいから急にキャラデザーが可愛いからかっこいいに全振りされて、そっから一気にジャンプ時火ついた印象があるんですよね。やっぱりね、スマホゲーになってキャラがねちっちゃくなって可愛くなって、それで爆死しているゲーム僕何個も見てきたんで、これのねデザイナーさん、そういう会社内で判断あったかどうかは知りませんけども、今のかっこいい系のキャラデザになってくれたの僕めちゃめちゃ嬉しいんですけども、いや、この二人の性能、でも判明しておりまして、はい、まだ公開はされていないんですが、もうほとんど判明したようなもんなんですよ。っていうのも、この二人タッグキャラクターで属性が赤属性と、なっているんですよね。これはもうツイッターで公開されているんですが、赤属性なんですよ。っていうことはつまり、1枠目ダブルタップなんですよね。もうこれはもう絶対と言っていいんじゃないかなって思う。もう今最近1枠目ダブルタップの波めちゃめちゃ来てますやんか。だからここでもう全色1枠目ダブルタップの上位互換を 4.5 周年前にもう出すんじゃないかなっていう予想。ここで裏切って4枠目ダブルタップの上位互換っていう可能性もなきにしもあらずなんですよ。4枠目ダブルタップの、一番最初の色は、赤タンネズやったんで、でこの2人も赤属性なんで、その上位互換っていう可能性も全然考えられんねんけど、最近の流れ組んだらやはり1枠目ダブルタップの赤なんじゃないかなって思うんですよ。全属性揃いましたね、これで。こっから決闘が面白くなるんじゃないかな。もう今は、銀行なんですけども、もうその上位互換の赤が登場したんで、もうこうなったら一周した。じゃあ、炭治郎義勇さん使えばええやん。じゃあ、なぎかる。じゃあ、銀子。ってなるんで、ちょっとこの先の決闘の展開がものすごく楽しみですね。性能まだ決まってへんねんけど、絶対にそうかなと僕は思いますね。